ははいいおはようございます、えーっとね、今朝、あの早起きしてちょっと仕事を今一つ片付けたところです。昨日あの、更新会がありまして、えー、うちの仕事をいろいろ助けてくれてる業者の方々と、 えー、まああの日頃あの世話になってるんでねちょっとい,いっぱいあの,あのごチさしてよみたいなことでね <laughs>、えー、お美味しいものを食べて飲んで、えー、いろいろ話をしてきましたんですねええー、なんて,言ってそれであの今朝こう仕事しながらねまた YouTube をひょいと覗い込んでみたらあのこの 時で聞いてるんですこの方のね、えー「仏教に学ぶ幸福論」っていうのかな、えー、この方時々何かこう参考にならないかことがないかなと思って聞いてんですけどもちょうどここの1週間ぐらいいやいやもっと前かかな考えてるテーマでお話しされたのを見つけて、えー、何何と思って聞いてたんですけども えー「あなたはこの時代この場所に生まれてきた理由使命とは?」っていうんですね仏教の教えでうんで結局のところあここで出てるのはねあのこれは浄土真宗なんだね親鸞さんの残した言葉なんだそうですけどもあんな親鸞さんみたいな人でもなんかもうああもうさっさとっ 死んで楽になりたいみたいなことを思う時があったみたいですね。で、その時にえっ、ー、とね。質疑の？共演というものかな、えー？を知ったって言うんですよ。そ,そのあの、そういう気持ちから脱出する、えー、ということを知った。それを教えてくれたのがね、えー、このお師匠様。 本ん,、ね、ん,ん,んて言ったっけ親鸞 <laughs> <laughs> さんのお師匠様、えー、本氏玄久ってあ法然さんって言ったな法然さんなんですってその人に会えなければなんて言ってでその会えたからには何か因縁があるのかなみたいなそんなお話しされたんですけどもねえー、あこの辺が答えなのかななんて思いながらね、えー、聞いてましたで私は誰に会えたのかなあのー 一番励みになって原動力になったやっぱりリスプ関係でいろんな方々にお会いできたことですねまだ残念ながら直接お会いはできないんですけどもあのメール等でやりとりはできたあんなすごい方なんですけど竹内郁夫先生ですねあの本を読んで非常に感銘を受けたんですねあと直とお会いできてお話ができたのはあの、えー、先生です中,中島 中島秀之先生プロログのねあれは素晴らしい出会いであの本に出会ったのが非常に私の中で大きかったしねえっ、ー、とリスプ関係であとゴミ先生の本もね、えー、夢中になって読みまして今もフェイスブックであのつながらせてもらっていろいろとあのアドバイスもらったりとかあいいねいただいたりなんかしていますけれども不思議な確かに不思議なご縁なんですよね。リスプ のなんかウェブページで調べてたらたまたまグミ先生のページにあたって、えー、面白いなあなんて思ってそれでフェイスブックで、えー、友達申請をして、まあ、普通あの見ず知らずの、ね、人からの申請っていうのは却下されるケースが多いんですけどもあの申請ッ OK していただいてそれがご縁でアイスリスプというものを知って。 でさらにあのリスプの勉強会フェイスブック上のあるところでねいろいろご質問する機会が得られたっていうのは偶然にしてはで,できすぎというか何かこれ必然性があるのかなとかねあこうこういうことなんですかね、えー、何かあの偶然のように思えて偶然じゃないみたいな出会いがある,あるのかもしれないですね。とということは まあ本当にね、あの昨日もその懇親会でねいや、ありがとう、ようやくね、あのいろいろあったけど、うまい方向に行っててね、たしの,あの協力のおかげだわみたいんで、喋ったんですけども、えー、とあれ、えー、もう偶然では、必然なのかね、でまたその困難な状況にたまたま私が居合わせて、なんとかまあいろんな方々の協力を得て、 解決の方向に向にかいつつあるほ,ほぼ解決したんですけれどもええー、っていうのも必然なのかねええー、なんて思ってっていうことはなんか私それこそれこ使命なのかあのこれや,やれるのはとりあえずお前だろということなんですかねなんかあの 理由があるのかな必然性があったのかななんていうふうに、えー、思ったりしながら <laughs> 見たんですけどもでもあの時はね本当と不平不明でしたんで俺がんで俺なのみたいなな <laughs> んで俺なんだよもう勘弁してくれよみたいな思ったけど振り返ってみてでもまあまあそとこういうと自慢話になるかもしれないけど俺だから解決できたんじゃないのみたいなのも。 あるしね、うん、やっぱじゃあそこにはなんか俺である必要性があって使命があったのかみたいなねすいませんくどくどとくどくどなんか分かったような分からないようなでもやっぱり人の出会いっていうのが大切なんですよね。なんてこると思いながら聞いておりましたほいじゃ。